サムダイドカーン、ランランのお国、うららにございます。ランランのマモです。よろしくどうぞ。今回はお母さんのパリ土産を紹介しよう。お母ちゃんパリ行ってた。パリ行ってた。パリって何しに行くん？メシうまい。あのオリーブオイルとか、うん、あのトリュフ塩みたいなとかが美味しいらしい。めっちゃ買って帰ってきてた。え、ご飯美味しいん？本場のフレンチって美味しいんや。美味しいんちゃう？ということで、はいはい、いっぱいね、お母さんが、うん、あの私のために買ってきてくれました。ええやんか。ももには？ももちゃんにあの見せてあげるわ。じゃあ私の買ってます。じゃあ別に見たくないねん。ないやろ。だって前おかぼ買ってくれたで、ももに韓国のやつ。あれ大事使ってんのに。そうかいな。ということで、はい、紹介していきたいと思います、はい、まず1個目はグロッシャーの眉ブロー。え、これ日本でも買えるやろ。これ買えへんね。これその海外にしかなくて、うん、そっち系のやつで可愛いやろ、デザイン。 NYX みたいなこと。あ、そんな感じのおしゃれ版みたいな。うん、こういうので、あの眉毛のこう上向きにするさ、今海外系のやつ流行ってるやん、うん、それのなんかジェルやねんけど、でここのは結構有名やね。うん、こういう感じになってて、うん、これはでもホールド力はどうなんやろって感じやねんけど。通販とかで買えんの？通販で海外のサイトとかでは買えると。ああ、そうなんや。だからホールド力はなんかどうなんやろって感じやけど、うん、でもなんかこれ塗ったらめっちゃ眉毛が整うねんのです。はい、そして続きましてカイリー・ジェンナーのリップでございます。知ってる？これもう全く分からへん。これももうあのカイリーの、うん、あのお化粧品ね、プロデュースしてる、その痛み止めの箱みたいな光具合ロキソニンのこういう、あ、かわいい。私がもらったらこういう色味、めっちゃかわいい。お母さんやっぱ色味分かってはんな。まあ、ベージュハマってるっつったから、うん、これな。うわ、どうなん、発色とかどうなん？いや、いい。ほんでマットやねんけど、うん、でもなんかクリーミーやけどマットみたいな。うん、え、結構縦じわ目出すタイプなんじゃん。あー、でもそれはそうかもな。でも縦じわとか言うよりこのカイリーっていう、そのカイリーっていう、やかましいやろ。もうずっとやかましいと思ってるから。でもみんな聞いたってパリやから見てほしい。でなんかほんまこれも、うん、あのめっちゃ売り切れの色とか結構あるらしい。まあブラウン系が、うんうんうん、まあ、流行ってる、うんうんうん、そっちの不快系の。ああ、まあもうちょいだから甘いもんな、それはまだ。だからそのどっちかというとそのももちゃん系の海外ガールみたいな方の色やから、これがいけたんかもしれん。ああ、なるほどな、うん、へえ。でもパンチの効いた顔になるね。デザインがめっちゃ可愛い。そうやろ、やっぱ海外って感じするよな。そうやな、やこれとかな、ロキソニンとな、ロキソニン調味よ、うん、ロキソニンの光やな。これの青やったら完全ロキソニンやな。カイリーやから、これロキソニンや。続きまして、おい、皆さん大好きラロッシュポゼのリップクリームでございます。へえ、何これ。知ってる？ラロッシュポゼ。うん、なんか塩みたいやな、なんかラロッシュポゼ、日本で流行ってるラロッシュポゼの下地のなんかリップクリームがパリであるらしくて、買ってきてくれて。それはもうパリで、あ、そっちなんや。そうなんや、こっちの刀タイプなんやな。刀タイプなんや。あ、そうなんや。この刀タイプなんやな、これ。まあこういう至って普通の、え、何本ぐらいすんやろうな。一杯しま1000円ぐらいなんちゃう。どうなんやろう。リップで、あ、もうな、あのヒステリックグラマーのリップめっちゃ高いのもらった。ヒステリックグラマーリップ2個で5500円かな、7000円かなんかしてた。でも可愛いっぽいな。見た目は可愛いねんけど、うん、すごい。それ塗った感じどうやったの？無味やねんけど、なんかちょっとなんかミルクっぽい味。味すんねん。香りやろ。食べてるやん。リップめっちゃ塗りたくるから。いやいや、そうやけど何周もだいぶ口増しになったな。あのなんか気持ち悪い、なんかあれ鹿の汗、なんか何やったっけあれ、化け物の汗から取った特別なバセリン。プロペトのおかげ。そうや、それのこと言ってんの。それのプロペト。プロペトな。これはもうちょこちょこ塗ってる。あ、こういうこことかのな、かゆい時に塗ってるやん、そういうの。ああ、それバーム、うん、
これやっぱね美容系に関してね、やっぱねうーちゃんがすごい最先端行ってるから、もうそのいや最先端ちゃうねん、噛み合わへんのよ。いや最先端、いやごめん、もうちょっと勉強するわマジで。ほんまに知らんねんな、クーヘンしか出てこへん、そんな急にバームって言われたそのえってなるから、こっちは。でも、ね、男性も見てるからね、同じ気持ちでやりましょうね。そう、あ、そうね、うん、そう。でも結構いい保湿はされる。あ、そうなんや、濡らしてや。そうそう、嫌に決まってるやん絶対嫌やん、はい、そしてそしてそしてフィナーレでございます。じゃーん、これ吉田達さんからもらった T シャツじゃない？これ違います、ストリート系のブランドやねんけど、うんうん、あのジャスティン・ビーバーとか、うん、まあ、着てるセレブで、あとは大国浦和が着てます。これ動画多分うーちゃんが編集すると思うねんけど、自分でも自分嫌いになるぐらい鬱しいことずっとしてる首で喋ってもな、ずっとな。結構オーバーサイズやな、これ XS やねんけど。でもな、見てるよりフィット感はある。あのフェソティーやん。それで何ぼぐらいすんの？これでな、多分1万何ぼかすると思うね。ユニクロに売ってるって。売ってない、しかもなんかそのパリ限定の柄。でもそれってさ、自分がパリ行った時に買いたかったんじゃん。別にそんなない、ありがとうってでも1万円すんねやろ。そう、これを日本で私だけが持ってるっつって売ったりやん。じゃあ莫大なお金も書いてくるじゃん。そんなことばっかり思いつくな、悪知恵ばっかり働いて。せでもももちゃんこれこんな好きなんじゃん。いやもうあんまローマ字がドドンとかあんま聞いひんから、意外と聞いひん、来てないのもう。あ、確かに。でよりキャラクタードーンとかの方が好きやから。あ、ほんまや、ローマ字嫌いなんや。いやなんかローマ字もう英語読まれへんからさ、なんか恥ずかしいから、嫌やからさ。わかるやろ大体。あんま構わへん。そう、これこれまたね、着ていっぱいにするんで。あ、確かに、コーデ見してや。そうそうそう、確かに見せますからね。もももなんか、まあ、まあ、なんかあんま旅行とかは行かないけど、また動物園行った時の、うん、まあ、お話とかするわ。いや、いいいいいい、また大体わかるし、相場というか。いや、ハプニングバリ起きるから。動物園、うん、前なんか、あれカバ2匹おったはずやのになと思って見せたら、あのずっとカバ沈んでて、岩やと思ったらカバやったヘイバフって声出た時にカバやった。まあちょっと、うん、8分は持たへんかもしれんから、やめてこれぐらいにしとく。パリいつか仕事で行けたらいいですね。ほんまやな、ね、皆さんも、円安で大変ですけども、頑張っていきましょう。ということで、よかったと思った方、いいね、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。あとは、ブーン！それでは、ごきげんよう。パリ、パリ、パリコレ、パリ、パリコレ。そんな街ちゃうね、温度取らへんからパリ。パリコレ。